You're listening to Shibuya Cross FM. ハライキステージエースの磯部アンリがお送りする渋谷発パーティーズ号原宿行き、毎月第2土曜日の15時からここ渋谷クロス FM から生放送でお届けするこの番組渋谷発パーティーズ号原宿行き、毎回素敵なゲストを迎えて楽しいトークと最高の音楽をお届けしています。ラジオを聴いている皆さんも、ネットで見てくれている皆さんも、そして今日ね集まってくださった皆さんも最後までよろしくお願いします。さあということでもう7月になりましたね。皆さんなんか寒くないですか？もう最近なんか7月なのかなみたいな。今日今もねちょっと寒いんですけどね、まだ夏来たーっていう感じがなくてちょっと寂しいんですけどね。今日7月13日は何の日ってことで、なんか今日はあのオカルト記念日っていう日らしいんですよ。なんか1974年の今日映画のエクソシストが日本で初公開されてオカルトブームの、ね、日付役となったということで、ね、エクソシストって皆さん見たことあります？あの階段ブリッジで降りてくるやつ私見たことないんですけど、その階段ブリッジで降りてくることだけは知ってて、いや普通の人間はできないなってブリッジで階段降りるの。いやでもオカルト映画ってちょっとまあ怖い悪魔乗り移るとかそういう感じのやつですかね。なんか私小学生中学生ぐらいの時にフォースカインドっていう映画を見て、なんか未確認飛行物体とかなんかそういうなんか乗り移ってるみたいな、なんかそういう話だったんですけど、もうそれが怖くて本当に宇宙人とかなんかそういう話もう怖くてもう今もトラウマなんですよね。もう思い出すだけで怖い。はい、ということで7月13日今日はナイスの日でもあるということでね、ナイスなラジオをお送りしていきたいと思います。ということで今日もねたくさん素敵なゲストが来てくれているので皆さん楽しみにしていてください。それでは早速1曲聴いていただきたいと思います。ハライキステージエースで青やか。この胸の高鳴りバリバリ恋のコンテンツ今日いぞもっとちょうだいミュージックヒラピラミネ QI ダンスどうしよう盛り上がってそれそれ触れ合う多少の縁今日じよ It's on the party パーティーはまるで人生傍観も縁のも China Heart からグリステップで興奮の体感温度チューンじゃしないでドンシンフィルスソー違うんだもんだってそれだってそうして上手にできなくて一瞬一瞬つないで経験っていうラインで恋の初ステージ青い赤青春の情熱空回りでも騙し君みたいだけどなりふり構わず踊ってたいあからさまにはなれなくて絶対に気づかれちゃったらダメと夢さえも非公開決めてたい散らされてじれるマスカレぶっ通しでずっと見ててね私は裏切らない LED の星座照射照明のフォーメーション承知ようつむいたら終わりどうせだったら見上げよう用意どんで一斉にスタート切ったってすぐ差がつくかそうもういいよ It's on the party 一直線で固くも将来思い描こう You Your imagination やつさ指先まで神経意識して伸ばして大事なのはその先青い愛があの時ごめん不神経な言葉で傷つけたそのことが自分も傷つけてたわだかまり一切捨てさて一緒に笑って
やかを聞いていただきました。さて原宿の駅の目の前にある原宿駅前ステージでですね、私も所属する原宿駅前パーティーズが毎月月末にライブをしております。はい、ラジオを聞いている皆さんね、まだ来たことないよって方はぜひ一度見に来てみてください。7月、今月はですね27日土曜日と28日日曜日になっています。さあということで、もうね7月に突入しましたけど、6月はですね、私はお友達と韓国に行きまして、2泊3日で、今日のね服もその時買ったやつなんですけど結構初めて韓国行ったんですけど、まあ順調に、まあ、お買い物できて結構計画通り行けたんですよ。はい、でまあ、気を抜いたのか何なのか、帰りのね空港で迷子になりまして、もうめちゃめちゃ広くて、空港が、空港の中でなんか電車みたいなのに乗ったんですよ。もうそれがもう全然わかんなくて、もう一生懸命聞いて、モノレールモノレールって言われて、え、モノレールあんのみたいな、もうどうしようどうしようってなって、やばい時間ない時間ないみたいになってね、最後だけ焦ったっていう、そういう思い出ですね。はい、もう基本ずっと買い物してたっていう感じの旅行でした。ということで、ここでリスナーの方からのねメールを紹介したいと思います。ラジオネームメロメロメロンパンさん、アンリーダーこんにちは。こんにちは。質問です。事務所の先輩にはたくさんの歌のうまいアーティストがたくさんいますよね。そうですね。あんちゃんが好きな曲をぜひ教えてくださいということでね、ライジングプロダクション最近もうねぐん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 来てますね。はい、ダパンプさんのね新曲も発表されても、そうですね、もう本当に憧れですね。先輩方はもう歌もダンスも素晴らしい、もう研ぎ澄まされている方たちなんですけど、まあ、私の好きな曲もいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんで、今日はじゃあ男性の先輩のね曲に絞ってちょっと好きな曲紹介したいなと思うんですけど、そうですね、三浦大知さんのガラス瓶っていう曲、球体っていうアルバムに入ってるんですけど、もうこれは雨の日に聴きたい曲ナンバーワンですね。はい、あと大地さんだとデリートマイメモリーズとかね、ララバイとかも好きですね。はい、リードさんだとキャントストップラビングニューとか、雨のち君とか、また雨かって感じなんですけどね。はい、ウィンズさんはタイムハズゴーンとかサムモアとかいう曲が好きですね。はい、でダパンプさんはやっぱ夏なんでサマーライダーとかね、ラプソディーブルーとか、もう夏来たーっていう曲が好きですね。もう本当に素晴らしい曲がたくさんありますね、先輩方の曲には。はい、ということで今日はですね、この私の好きな曲の中から1曲聴いていただきたいと思います。もうね真夏にぴったりの曲になっています。ダパンプさんでサマーライダー。Gotcha, baby. So go, 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 go
チェック、視聴チェック、おろしたてのキックスハイテク、マイスリーの前では4年はないぜ、自尊なんだい全体 All day all night、 ときめくは俺の方で、笑顔見せる君にやばいくらいバイの感情はなしたい。 We love speed up、聞いていただきました。さあ、ということで早速今日のゲストを紹介したいと思います。自己紹介お願いします。はい、ハライキステージエースの田谷奈々子です。はい、お願いします。お願いします。ふわふわの岩崎遥香です。お願いします。ふわふわの中奈美です。お願いします。お願いします。ありがとうございます、今日は来てくれて。とんでもございません。すごい嬉しいです、あんちゃんのラジオに出れて、はい、ね、今日もうこのメンツはもう4年ぐらいの付き合いじゃないですか。そうですね、4年以上ずっと一緒だね。ね、もう春はですね、こんなちっちゃかったのに、あんちゃんよりちっちゃかったもうね、こんなちっちゃかったのに、もうこんなでかくなってねえ、成長しましたね。ジータは巨人になってましたよ。巨人にはなってないけどね。巨人にはなってない。オッケーオッケー、はい、さあ、ということでね、はい、今日みんなせっかく来てくれたんで、いろいろね、質問していきたいと思うんですけど、はい、ちょっと最近みんながハマってること、聞きたいなと思って。ハマっていること、なんかありますか？どうですか？あ、はい。お、あゆみちゃん。あるんですけど、はい、ミルクレープに最近ハマっておりまして。ミルクレープ？ミルクレープ、はい、あの。ミルクレープを普通に食べるんじゃなくて、はい、1枚ずつ、いますね、そういう方。あなたでしたか？あの層になってるのを。層になってる部分を、あの、1枚ずつ。上から？で、ポイントなんですけど、ポイント、あの、フォークで食べるんじゃなくて、はい、箸で食べるんですよ。こうやって？あの、そうなんですよ。箸で巻き巻きして、あ、巻き巻きして。ちゃんと巻き巻きして、食べますね。おいしい。あの、普通に食べるよりも、何、はい、ですかね、1枚ずつ食べた方が口にそのハーモニーが広がるというか。ハーモニー、そうなんですよ。素晴らしい食レポですね。はい、皆さんもぜひ真似していただいたらなと思います。はい、はい、いいですね。どうですか、たやちゃん、あります？ハマってること。私は、あの、 YouTube でタロット占いをするのが今、ね、タロット占い、タロット占いか、タロット占い、結構、はい、あの、見てしまってて、今、はいはいはい、タロット占いの占い師さんから、はい、あなたはちょっと見すぎなのかもね、このタロット占いをって言われたので、YouTube 上の、そうそう、それで運気がなんか、こうなっちゃう、下がっちゃうよみたいに言われたので、うんうんうん、はい、今はもう見ないで抑えてます、ね。まあ、いや、タヤちゃんね、すぐ影響されるの。そうなの、ね、タロット占いとか。同じタイプだわ。占いとかで、うん、その悪い結果が出ると、ずーっと引きずってるのも。そうそう、あの、単純な女なのよ。ずーっと暗くても。え、なになになに、単純な女なんです。ほんとに皆さん、たやちゃんは単純な女らしいです。そうそうそう、今外から笑い声聞こえたから。すんごい笑い声。単純なのよ。そう、もう褒めとけば、多分いいと思う。あー、褒めて飲んでる。いいこと聞いた、いいこと聞いた。たやは褒めとけ、たやは岩崎も褒めとけ。そうそうそう、了解いたしました。よろしくお願いします。磯部もとりあえず褒めとけ。あいみもとりあえず褒めとけ。褒めとけ、いいね、はい、みんな褒められる。春はどうですか？私はですね、あの、多分あんちゃんなら分かってくれると思う。ねえねえ、 YouTube とか
か TikTok とかで面白い動画見つけてあんちゃんに送るのにハマってるんですよ。そうなんですよ。そうなの？すぐ送ってくる。私 TikTok ねログインしてないんでちょっとなんか、うん見れないんですよ普段は。でも春がもう定期的に送ってくるから、うん、なんか TikTok の最新情報は入ってる一応ね。あんちゃん入れなくても大丈夫、ね、そう入れなくても春が送ってくる。春が共有してくれるからめちゃくちゃ面白いのが。そうそうめちゃめちゃ送ってくる。あんちゃんからも送られてくる。そう、うん、そうそうそう。あなたは結構みんなに送るよね。あんちゃん私いろんな人に送ります。たやちゃんにもすぐこれ見たやつで結構面白いからなんか悔しいっていうか悔しいよね。悔しいっていうかね、あとであゆみちゃんに送る動画も決めてるんで。あ、やばい。もう楽しみにしときます。決まった楽しみに、はい、楽しみに送りたいと思います。はい、さあそしてね、まあ、今日はね、はい、もうあゆみちゃんと春が来てくれたってことで、はい、あごめんねたやちゃん、まあ、ちょっと最近の大丈夫よ流行り、うん、女子高生の、はい、あ JK の流行り知りたくない？知りたい。それは答えられないわ、ね、ごめん知りたいなと思って。それは聞きたい。 JK か、うん、現役 JK やっぱちょっと疎いからさそういうのここは。あそっか。はい、いやー私は、うん、あの渋谷の109にできた、うんうんうん、地下のいちご飴にめっちゃハマってて。いちご飴？そういちご飴なんかあのすごいピンクのところ。ピンクのところ。そうよね。すごい今女子高生に流行ってて、ね、溶け込めるかな。行って行ける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 。あ、じゃあ行く一緒に行く。行くか。よし、レッツゴー。レッツゴーレッツゴー。で、他はやっぱタピオカとか。タピオカは流行ってるけど、うん、食べ物なんだろう今ローストビーフにもハマってる。それ春がハマってるやつ。個人的に学校の友達と。ローストビーフ。ローストビーフ甘いものじゃないの。ローストビーフラーメンにハマってる。ラーメン？ラーメン？ローストビーフラーメン。なんかそばみたいなラーメンの上にローストビーフが乗ってる美味しい食べ物があって。へー。美味しそう。帰りに友達と食べに行くのにハマってます。すごい。すごい。最近の私のハマってること言っていいですか？いいよ、いいですよ。最近私はですね、あなたの番ですっていうドラマ。あーね、はいはいはい。私も見てます。それの考察を、いろんな人がツイッターで書いてて、それをめっちゃ読み漁ってる。ほう、あ、でも、あゆみもやってない。そう、あゆみちゃんもね、ツイッターでハマってるってツイートしてて。そう、ツイートして。いやー、面白いですよね。私もハマってる。あなたもハマってる。私もハマってた。本当になんか、みんなね、本当私生活、どういう職業なのってぐらい、本当みんななんかすごいの。すごい。考察がなんか。探偵みたいで。なんかもうマンションの間取りとかを、もう、図形で出してて、いや、何々さん家はここの間取りだから、みたいな。この階段を使って降りれるみたいな、なんかそういうのを、ひたすら見てて、でもあれはすごい楽しい。あれ見ました。髪の毛が外はねか内まっかみたいな。ナナちゃんね、主人公の外はねか内はねかで別人なんじゃないかとかね。すごいですよね。もう細かいとこまで何が合ってるのか分かんないけど全部納得できちゃう。全部納得しちゃうの。結局は調べて、あーそうってまた違うの見て、あ、これも合ってるなみたいな。そう、もう止まんないの。止まんないね。で、私生活もちょっと怖くなってきちゃって、いろんな。もうお風呂とかも。あの、ドア開けて、後ろに誰かいないよ。確認するよね。そう。毎週、毎週やっててね。明日また。あ、明日ですよ。楽しみだ。怖いからさ、ちょっとタヤちゃんとかみんなに LINE しながら。怖いから、ほんと怖い。でも怖いけど面白いから見ちゃう。見ちゃう、見ちゃう。すごくわかりますわ。わかります。さあ、ということでここでね、また一曲聴いてもらいたいと思います。じゃあ、タヤちゃん、曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。原焼きステージエースで、キャノンボール！つまらないって嘆くルーザー、ないない尽くしの不満、いつになったら楽しめるんだね、踊ろうよ。負けたて思ったなら悔しくたって相手に敬意。
ージエースでキャノンボールを聞いていただきました。さあここでねリスナーさんからのメールを紹介していきたいと思います、はい。ラジオネーム好きな子は雨女さん、あんちゃん、たやちゃん、あいみちゃん、はるる、こんにちは。こんにちは。はい、改めて東京アイドルフェスティバル2019出演おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今年は野外ステージの出演もあり楽しみ倍増ですが、はい、そこで気になるのは日焼け対策、はい、皆さんはどんな日焼け対策をする予定ですか。また今日の4人の共通点って何だろうって考えてみたら、うん、はい、パーティーズの歌が上手なメンバーだと思いました。嬉しい。そこで質問です。皆さんはお風呂で歌う派ですか、歌わない派ですか。歌う派の人は何を歌いますかということで、うん、じゃあまず日焼け対策からね。どうしよう、日焼け対策。いやもう日焼けね、日傘ですよね。でもさ、歌ってる時さ日傘させるやつか。そうそうそうね。最近、うん、JK の中で流行ってるのが何何日焼け止めに何なんか紫の色の日焼け止めがあって、あなんかなんていうの、トーンアップできる日焼け止めがあって、だからそれ塗って、出たら日焼け対策もできるし、顔も白い、顔も白いし体も白いしみたいな。すごい、めっちゃ進化してる。塗り忘れたところは黒いみたいな感じ。あ、そういうわけではないんだけど、そういうわけではないか。なんか肌に馴染む感じのトーンアップができる日焼け止めがあって、じゃあみんなでね塗って、それ、トーンアップしちゃいましょう、ね、トーンアップしちゃいましょう、ね、はい、じゃあお風呂で歌う派ですかっていう質問来てますけど、どうですか。私は歌わないです。たいちゃん歌わない。あいみちゃん、私もなんかお風呂が嫌いっていうことではないんですけど、はい、まあ、どちらかというと嫌い。あ、だからということなんだけど、あのお風呂かというと嫌い。お風呂嫌いなんで、はい、まず湯船に浸かるっていうことが最近はないので、はい、あそもそもそういう的な問題なので歌わないですかね。春、うん、は私2時間くらいお風呂浸かるんですけど。長い。めっちゃ長いんですよ。2時間浸かるの。浸かります。浸かりますだって。のぼせない。可能ですか。なんかこうなんかどんどん冷たくなってくるから追い出ししながらこう入って、YouTube 見たり、あとはあの歌を歌ったりしてます。何歌うの、ちなみに。めっちゃしっとりした曲とか。しっとりした曲、意外。意外ですね。なんかしっとりした曲、上がる曲があんまり好きじゃないんですよ。あ、そうなの。意外。一人でいる時にこう聴くのが、そうなん。あんまり好きじゃないから、電車の中とかでも結構清水翔太さんとか、おー、しっとり、しっとりなの聞いてますね。それ歌ってるんだ。歌ってます。2時間お風呂ってすごくない。ふやけちゃったりしないんですか。もう手ふやふやよ。ふやふやだよね。うん、爪とかだって柔らかいもん。無理無理。マジ平気なんだ。全然平気。すごいな。なるほどね。さあさあ、じゃあ次のメール紹介したいと思います。ラジオネーム春のいさおちゃん、かっこ嘘さん。あれあれあれこれなんか違うぞ。あんちゃん、うん、こんにちは。こんにちは。早速ですが、ふわふわの春ちゃんとあいみちゃんに質問があります。おー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 、はい、はい、お構いなく、はい、関ヶ原や TIFF2019 ご出演おめでとうございます。ありがとうございます。はい、楽しみなイベントなのですが、暑いのが苦手なので悩んでしまいます。待ち時間を含めると相当長いので、確かにどうしようかなと思います。そこで、何か暑さ対策はありますか。ぜひ良いアドバイスをお願いしますということで。暑さ対策、巻き取ってる間とかバテちゃうか、そうですね、なんか手持ち扇風機、最近学校の子とかでも持ってる子がたくさんいたので、手持ち扇風機はあった方が死なないと思います。確かにすごい、いいよね、めっちゃいい。これ全然違う、風圧めっちゃすごいし、最近首からこうかけて、あ顔の横に行ってる扇風機があるから、あれ絶対いいと思ってる。手持ち扇風機いいですよ皆さん。そう、ね、私たち楽屋でもねすぐ入ってきてガーってやるよね。結構クールダウン、あれ、ね、私たちもなんか楽屋が外だったりするから、めっちゃ暑いなって思ってちょっとね、急いで準備しなきゃ。そうだね、暑さ対策、熱中症になったら、ね、困りますからね。たやちゃんは暑さ対策あります私聞きます。たやですか、はい、そうです、やっぱり、まあ、体中に冷えピタ貼っていただいてそうすればクールダウンになるんじゃないでしょうか。あ、そうですか、却下で。はい、はい、すいませんでした。たやちゃんだけすごい一人でやらせていただきます、はい。ラジオネーム牛丼屋のぐっちょんさん、
すごいな。磯部さん、岩崎さん、中野さん、田谷さん、こんにちは。はい、こんにちは。私はまだふわふわ原行き初心者です。たまに SNS で岩崎さんが強烈な変顔をしている画像が流れてきます、うん、確かに正直衝撃でした。私はあまり変顔をしたことがないので、うん、せっかくカメラもあることですし、よろしければその変顔の極意を教えていただきたいです。皆さんもぜひよろしくお願いします。皆さん巻き添え食らいましたね。ハルはよく変顔してますけど、なんかこう車とかに乗ってて、うん、お母さんとこう迎えに来てくれるときに、こう自撮りをカシャカシャカシャって後ろでやってて、はいはい、でお母さんが後ろ向くんですよ、なんかパッて。その時恥ずかしくなって とりあえず変顔しちゃうんですけど、とっさに出る顔があれなんですよ。なるほど。なんかとっさに笑顔が出る子とかいるじゃないですか。とっさに変顔が出る子なんですよ。やばいじゃないですか。特殊な子ですね。そう、すごい。だから結構なんて言うんだろう、はい、こう顔を中心に寄せるのが、ちょっとやってもらって、カメラどれ？これですね、こっち。こっち？はい、それです。いきます、3、2、1。あー、結構変。結構変、ありがとう。もっとやばい、もっとやばいのある。なんか、もっとやばいのは、口を前面に広げるやつ。なんかめっちゃさ、渋谷の通りかかった人めっちゃ見てるからさ、恥ずかしい。いやいや、いいよ、いいよ。いきますよ、お願いしましょう。あー、すごい。なんか、とりあえず、バッて広げる。バッて今、いい顔だった。うん、ありがとう。そう、ね。いや、いいね。いや、でも、ツイッターにさ、変顔。あ、でも、あゆみちゃんもさ、たまにちょっと白目のやつとか。うん、え、何の話ですか？え、可愛い系変顔を載せてくれる。そういうことね。アイドルの鏡を。なるほどね。あ、かわいい。そうなんですね。そうなんですね。私、すごいと思う。窓ガラスだと思う。窓ガラス？うん。窓ガラス。ちょっと何言ってるかわからない。ちょっと何言ってるかわからない。そうですね。はい。はい。さあ、ということでね。はい。変顔。私たち変顔しないの？やらなくていい。あれ、やらなくていいですよ。あんちゃんの変顔見たいなぁ。あんちゃんの変顔見たい。いや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 、私もあんちゃんの変顔。せっかくさ、ゲストが来てくれたからさ。じゃあ、たやちゃんの変顔も見たいなぁ。じゃあ、せーのだよ。いくよ。せーの。せーの。やってやってやって。せーの。ごめん、誰も喋らないじゃん、ここで。ちょっと、喋る。やって。やった？みんなやった。一瞬やった、一瞬やった。なんか、OK マーク出してる人がいます。もう大丈夫と。もう大丈夫だ。さあ、ということでね、ここでふわふわにリクエストが来てるので、紹介したいと思います。ラジオネーム、さとしふわふわさん。今回のふわふわからのゲストが、あいみちゃん&はるちゃんというオリジナルメンバーかつふわふわの中心メンバーですし、自分が初めてリリーベに行った思い入れのあるファーストシングルの曲のふわふわシュガーラブをぜひリクエストします、よろしくお願いします、ということで。おお、ありがとうございます。ふわふわシュガーラブやってる時のね、もうちっちゃかった、みんな。ちっちゃかった、みんな初々しかったね。あいみちゃんもポニーテールでね、センターで。はるもツイン、ハーフツインしてたね。絶対よ、大人になったね。一緒に回ったね。一緒に回ったね。懐かしいね。懐かしい。ということでね、はい、曲紹介をお願いします。はい、はい、それでは聴いてください。ふわふわで、ふわふわシュガーラブ。
フワでふわふわシュガーラブを聴いていただきました。いやー、かわいい曲ですね。本当にかわいい曲です。かわいい曲ですね。かわいい曲。そうですね。さあ、ここからね、告知タイムということで、はい、いろいろともうみんなに告知をしてもらいたいと思います。じゃあ、たやちゃんね、はい、ハライキステージ S の告知をお願いします。はい、たくさんありますよ。おまず7月21日、うん、ハライキステージ S トーク&ライブ、エース夏の大感謝祭があります。おあ、そして8月2日3日に東京アイドルフェスティバル2019に出演させていただきます。そして8月4日島袋ひろこさんのファンミティダ2019の追加公演に出演させていただきます。はい、そして最後です。9月14日奥山雅子一人芝居一応日記そして別れ島に伊藤きり、牧野まり、田谷奈々子が出演します。この日はあんちゃんはここでラジオだそうです。頑張ってください。以上、ハライキステージ S の告知でした。おお、噛まずに言えたね。最高。すごい練習してたから。大変頑張ったね。頑張った。ね、このじゃあ一番最近早くね、はい、訪れるイベント訪れるイベントです。夏の大感謝祭、はい、どうですか、準備の方進んでますか。もう順調ですよ ね、 ね、夏って感じ。夏ですね。夏を感じられると本当ね、夏って感じ、うん、夏お楽しみにね、ザ夏って感じしていただいて、はい、この舞台の方ね、はい、舞台の方も今、はい、お稽古中ですって。稽古中ですね。結構形になってきましたよ、はい、みんな。最初はやっぱ昔の言葉とかで、うん、かみかみだったりつまずいてたんですけど、だんだんみんな言えるようになってきて、楽しみですね。やっとやっとやっとって感じです。お、うん、はい、楽しみに、ね、私のラジオと時間丸かぶりでございます。どっちを選ぶかはあなた次第です。さあ、続いてふわふわの告知をお願いします。はい、ふわふわはですね、はい、本日、TBS 系で音楽の日に出演させていただきます。録画したよ。ありがとうございます。時間はですね、深夜の4時頃となっております、はい、なのでね、録画してもよし、オンタイムでもよしということで、ね、はい、皆さんぜひ見てください。はい、はい、そして、7月の21日日曜日は、はい、関ヶ原歌姫合戦にも、ふわふわ出演させていただきます。はい、ですね、タイムテーブルが発表されたよね、はい、発表されまして、ふわふわは、15時からの豊臣ステージ、そして、17時からの徳川ステージに、出演させていただきま す、 いいす、ね、初岐阜です、ふわふわは。関ヶ原、はい、めちゃくちゃ暑そうだけどめちゃくちゃ楽しみ、楽しみだね、はい、皆さんぜひ来てください。よろしくお願いしま す、 お願いします。はい、そして8月2日と8月3日に東京アイドルフェスティバル2019にふわふわも出演させていただきます。はい、こちらもタイムテーブルが出てて、2日の11時半からスマイルガーデンステージと、14時40分からドリームステージ、そして3日の17時5分頃からホットステージに私も出させていただきます。はい、イエイイエイ、ね、もうね、去年の景色が忘れられませんよ、本当に。そうですね、うん、私もまた出演させていただけるということで、はい、楽しみですね。はい、そしてね、春は、はい、ポップティーンの、そうなんです、今アベマ TV の方でポップティーンカバーガール戦争っていうのに出演させていただいて、出演してるんですけど、はい、リツイート戦争が今回ラストなんですよ、今やってるので。ラスト、はい、ラストで、うん、これでね、専属になれるポイントが、うん、もう締め切りということで、めちゃくちゃ、ね、ここの 2,3、うん、ヶ月頑張ってきたので、はい、うんうん、絶対専属になりたいなって思ってます。じゃあラジオを聞いている方、はい、お願いします。絶対リツイートで、うん、本当にリツイートお願いします。皆さんリツイートしましょう、はい、ありがとうございます。大好き、ラブ。ありがとうということで、今日はですね、はい、ここでもう一組ゲストが来てくれているということで、同じライジングの事務所からこの方々です、どうぞ。失礼いたします。どうぞどうぞ、お願いします。はい、あ、自己紹介お願いします。落合萌です。丸山雄生です。あ、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回はね、あのパーティーズ以外から初のゲストに来ていただいたんですけれども、はい、今回は萌さんが脚本と演出を手掛ける朗読劇の宣伝に来てくれたということで、はい、すみません、宣伝で。はい、この朗読劇はですね、私たちも立っている原宿駅前ステージで上演されるそうなんですけど、ね、萌さんは女優のお仕事もしながら脚本と演出を今回手掛けているということで、はい、
ありがとうございます。もともと大学時代に自主映画の脚本監督をしたりしていたんですけど、はい、ライジングに役者として所属してからも事務所の先輩であるダパンプのキミさんとリードのシンヤさんによるユニットツーフェイスさんのミュージックビデオを脚本監督演出編集で作らせていただいたりして、まあ、演じる方も作る方も両方やらせていただいてます。ありがとうございます。はい、今回の朗読劇のタイトルが、はい、嘘が本当になるまでっていうタイトルなんですけど、はい、ちょっと内容の方をちょっと教えてもらいたいなと、ですね、はい、主人公である大学生の男の子カズマという役を、うん、同じくライジングの俳優である小川博史くんが演じるんですが、うん、はい、そのカズマがある日突然記憶喪失になるんですね、うん、でそこへ駆けつけた私落合が演じる同級生のみのりが、私たちは中学の時からずっと仲が良かったんだよって説明するっていう、それで行動を共にするっていうところから始まるんですね。でこちらの丸山隆生くんが演じる、はい、はい、同級生の田中っていう役なんですけど、田中そうです、呼びやすい田中がそんな一馬とみのりの関係を疑問に思って、うん、一馬が記憶をなくす前に二人に何があったのかってこう詮索したり、うん、であと、高山良平くんが演じる鈴木っていう同級生がいるんですけど、鈴木覚えやすい、はい、大体学校にはいる田中も鈴木もいますね、小屋かも鈴木もでその鈴木はその3人の三角関係をちょっと俯瞰して見ていたり、であと一馬の担当している精神科医のお医者さんが河野智則さんというベテランの役者さんに演じていただくんですけど、はい、その5人が織りなすちょっとラブストーリーミステリーとなっております。気になったんじゃないの？いや、かなり気になる。ああ、ありがとう。これはもう見に行かなきゃいけないですね。ありがとう。朗読劇ってどういう感じでやるんですか？なんか、まあ、一般的に朗読劇っていうと、はい、普通にもう座ってこうずっと台本を読んで、で、うん、とがきが多くてっていうイメージだと思うんですけど、うん、今回はせっかく原宿駅前ステージでやらせていただけるので、うん、スクリーンがあるじゃん、はい、か後ろに、ね、うん、だからでっかいスクリーンがあるんですよ。せっかくなのでそのスクリーンを使わせていただいて、映像とステージ上のお芝居がシンクロするようなシーンを作ったり、あと、まあ、ちょっと普通の朗読劇よりもセリフのやり取りが多くてちょっとお芝居っぽい感じだったり、ちょっと動きもあったりして、まあいろんなその朗読劇っていう枠に縛られない新しいジャンルを作れたらなっていう感じでやってますので、うわー、楽しみ。あ、見に来てくれるってことですね。ありがとう。ってことは、じゃあみんなが来るってことはここにいる今お客さんも来てくれるってことだから。ありがとうございます。だから僕らを見に来なくても後ろにいるっていうことで眺めに来ていただければ。そう、はい、そういう言い方はどうかなって。前見ていただいて、あいみちゃんがポカーンとして寝てたよね、絶対ね。大丈夫、目開けて寝てた。はい、ということでね、朗読劇の、すいません、朗読劇のスケジュールを、はい、はい、お願いします。はい、8月6日火曜日、7日水曜日、場所は原宿駅前ステージで、19時開場、19時30分開演となっております、うん、でチケットの申し込みはライジングプロダクションのホームページを見ていただき、うん、アーティスト欄から、私落合萌え、または丸山隆生さんの名前からチェックしてください、うん、で、あとチケット原宿駅前カフェの方でも販売しておりますので、はい、そちらでもお願いします。ぜひ。ありがとうございます。さあ、ちょっと時間が余っております、はい、違う、楽しいトークができる時間が余りました。アウェイでしかないんだよ、俺がアウェイでしかないんだよ。誰ですかぐらいの、外にいるお客さん分かるか分かんないですけど、めちゃめちゃいい匂いなんですよ、この部屋。ここめちゃめちゃいい匂いなんですよ。ありがとうございます。ねえ、ありがとうございます。いや、前回と前々回、この部屋にめちゃめちゃでかいハエが入ってきてたでしょ、2回連続で、はいはい、今日はね、ハエがいらっしゃらなかったっていうことで。ああ、よかった、っいい、俺がハエみたいなもんだからね。ちょっと何言ってるか分かんない。ありがとうございました。ちょっとめんどくさい、うん、はい、ちょっと分かんない。はい、ということで皆さんもね、ぜひ朗読劇見に行ってみてください。ぜひお願いします。はい、ということで今日はね、パーティーズから3人もね、来てくれて、はいはい、萌さんとね、龍瀬くんも来てくれて、もうなんかありがとうございました。賑やかで、もうなんか暑いんですよね、この部屋。ムシムシしてごめん、絶対俺だと思う、絶対俺だと思う。はい、
来月はですね8月10日土曜日15時からになりますので、皆さん来月もどうぞお楽しみにということで、最後はですねふわふわのシャンシャンシャボン玉を聞きながらお別れしたいと思います。では皆さん来月も聞いてくださいね。イエーイ、バイバーイ。バイバーイ。シャンシャンシャシャンシャンシャボン玉、でシャンシャンシャボン玉を聞いていただきました。さ、先ほどねバイバーイと何も関わらずあと1分残っているということで、1分で何ができるか、人間は1分で何ができるか、皆さん今日はどうでしたか？どうでしたか？めちゃくちゃ楽しかったです。本当ですか？はい、
ありがとうございます。あんちゃんだから喋りやすかったね。あ、それはありますね。1回目より2回目の方が結構。あ、今日ね、2回目だもんね、トラちゃんは、はい、よかった。はい、いや、私、萌えさんとはずっとレッスンが ね、うん、ね、一緒だったんで。そうそうそう、ね、あれ、何歳か、中1ぐらい、あんちゃん。そうなんですよ、中学1年生ぐらいの時にずっとレッスンしてボイトレが。そう、だから萌えさんとは話しやすかったんですけどね、あの、りゅうさんとはあんまり普段ちょっと喋らないので、ちょっと喋りづらかった。もう、インキャラみたいな感じだから。はい、ということで皆さん次回も絶対聞いてください。はい、8月10日です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今度は本当にバイバイ。